メディアを再生する増水した足田川や有地川の様子大きな被害を受けた岡山県倉敷市まび地区の様子倉敷市まび地区は河川氾濫により特に被害が大きく各所に瓦礫の山ができた平成30年7月豪雨は2018年6月28日から7月8日にかけて西日本を中心に北海道や中部地方を含む 全国的に広い範囲で発生した台風7号及び梅雨前線等の影響による集中豪雨。同年7月9日に気象庁が命名した別称西日本豪雨。7月3日から9日までのレーダー画像6月29日に発生した台風7号は太平洋高気圧の外側を回り込むように7月4日にかけて東、シナ海を北上し、 九州地方では台風の影響による雨が7月3日頃から降り続いた。台風は津島海峡付近で震度を北東に変えて日本海上に抜けたが太平洋高気圧が張り出した影響で通前線が7月2日から4日頃に北海道に停滞し北海道の広範囲で雨量が7月のガツ降水量の平年値を超えた。その後太平洋高気圧が 南東に移動したことで、梅雨前線が南下。7月5日から8日にかけて梅雨前線が西日本付近に停滞し、そこに大量の湿った空気が流れ込んだため、西日本から東海にかけて大雨が連日続いた。梅雨前線は9日に北上して、活動を弱めるまで日本上空に停滞。西日本から東日本にかけて広い範囲で記録的な大雨となった。 7月6日17時10分に長崎、福岡、佐賀の3県に大雨特別警報が発表され、続いて19時40分に広島、岡山、鳥取、22時50分に京都、兵庫と1日で8府県に大雨特別警報が発表された。さらに翌7日12時50分には岐阜県、翌8日5時50分には高知、 愛媛の2県にも大雨特別警報が発表され、最終的に運用を開始して、以来最多となる、計11府県で大雨特別警報が発表された。この豪雨により、西日本を中心に、多くの地域で河川の氾濫や、浸水害、土砂災害が発生し、死者数が200人を超える甚大な災害となった。また、全国で、 上水道や通信といったライフラインに被害が及んだ、ほか、交通障害が広域的に発生している。平成に入ってからの豪雨災害としては初めて死者数が100人を超え、平成最悪の水害と報道された。さらに、昭和に遡っても1982年に300人、近い死者、行方不明者を出した、長崎大水害以降、最悪の被害となった。 気象庁による分析によると、7月5日以降の豪雨の原因は次に掲げることが考えられる。日本の北にあるオホーツク海高気圧が非常に発達し、南東にある太平洋高気圧も強まったため、その間に挟まれた梅雨前線が停滞、強化されたこと。大流活動が盛んになっていた東、シナ海付近からの南東風と、 太平洋高気圧の円を回る灰が強まり、日方向から梅雨前線に向かって流れ込んだ湿った空気が西日本付近で合流し、極めて大量の水蒸気がもたらされたこと。二つの高気圧が強まったのには、寒帯前線ジェット気流と亜熱帯ジェット気流が大きく蛇行していたことが影響しており、この気流の蛇行はその後の日本付近の記録的高温にも影響した。また、 九州から東海にかけて15カ所で線状降水帯が発生し、それによって局地的にさらに雨量が多くなった地域があった。一連の豪雨について2018年7月9日に気象庁が平成30年7月豪雨と命名している。西日本を中心に北海道や中部地方など被害が広範囲となったため地域名を入れない形での命名となった。 気象庁が豪雨で名称をつけるのは2017年の平成29年7月九州北部豪雨以来である。一方、報道機関等では気象庁による命名前から単に西日本豪雨と称している事例が多く、気象庁の命名後も西日本豪雨の名称を継続して用いている報道機関が多い。 マスメディアが当該豪雨に関して事実上の命名をするのは極めて異例である。とりわけ NHK は豪雨発生の早い時期から一貫して西日本豪雨の名称を使用している。これは正式名称の平成30年7月豪雨では甚大な被害を受けた地域がわからないためである。6月28日0時から7月8日24時の 基間降水量気象庁により暫定公表された観測データによれば6月28日0時から7月8日9時までの総降水量はところにより四国地方で1800ミリ、中部地方で1200ミリ、九州地方で900ミリ、近畿地方で600ミリ、中国地方で500ミリを超えた。これまでの豪雨の事例に比べ、 広い地域で2日間あるいは3日間の雨量が多いのが特徴で、西日本から東海地方にかけての地域を中心に多くの地点で48時間、72時間雨量の観測史上最大値を更新した。7月上旬に全国のアメダスで観測された降水量は1地点あたり216.8ミリで、比較可能な1982年以降の旬ごとの 降水量で最大であった。3日間の降水量でも7月5日から7日までで全国で平均145.5ミリ、中国地方で平均292.2ミリでどちらも1982年以降最大であった。気象庁は今回の豪雨が過去の豪雨災害と比べて極めて大きなものであったとコメントしている。死者。 行方不明者が全国で2番目に多かった岡山県倉敷島美地区の被災の様子西日本を中心に河川の氾濫や洪水、土砂災害などの被害が発生している。以下は2019年8月20日13時現在の消防庁による被害状況の集計である。7月のものとする広島県の利面が崩落した国道2号最上バイパス広島県では 土砂崩れや浸水による被害が相次いだ。県の南部では土石流、土砂崩れが5000カ所以上で発生。通常は崩落しにくい、山頂部の崩壊も多発し、豪雨の凄まじさを裏付けた。県の住宅被害は浸水も含めると19日までに3万8000棟に及んでいる。秋群熊野町川角では住宅の裏山が崩れて斜面沿いの住宅に押し寄せ、 12人が死亡した。広島市では23人が死亡、2人が行方不明となっている。秋区、矢野東では土砂崩れにより約20棟の住宅が倒壊ほか、矢野川では土石流により死者も出た。朝木宅でも土砂崩れにより3人が死亡したほか、東区場木でも土砂災害が発生し、1人が死亡した。広島市の被災現場では、 花崗岩が風化したマサドを含む土砂が多く見られ、京都大学防災研究所准教授の竹林用紙によれば、2014年に広島市で発生した土砂災害と同様にマサドが被害を拡大させる一因になったという。秋群坂町湖や浦地区の天地川では土石流が砂防ダムを破壊し、大量の土砂が住宅を襲い15人が死亡、1人が行方不明。また、 坂町中心部の坂駅付近が冠水した。呉市では土砂崩れなどにより24人が死亡。呉市と広島市や東広島市がつながる道路が寸断され、JR 呉線も普通となったため孤立状態となり、呉港と広島港を結ぶ回路の利用が増えた。安浦町では約58ヘクタールにわたって浸水し、760戸の住宅で被害が出た。 野呂川上流の野呂川ダムにおける緊急放流捜査が被害に影響を及ぼした可能性が指摘されていて検証が進められている。クレショイン二人が住民に避難するよう誘導する最中、濁流に飲まれ殉職した。東広島市河地町で土石流が砂防ダムを越えて集落を襲った。同市最上町下見長では裏山が崩れて住宅が 数十メートル流された。同市秋津町北にでも住宅が土砂に埋まった。東広島市では12人が死亡した。東広島所警部補が災害対応を応将の中途土砂崩れに相順移植した。三原市では土砂崩れで住宅が押し潰されたほか、本郷町で沼田川とその支流が氾濫し、約700ヘクタールが浸水するなど8人が死亡した。竹原市では、 東野町と新城町、港町の土砂崩れなど6人が死亡、4人が負傷した。市内を流れる鴨川の氾濫もあり、全壊35件、建物床上浸水35件、床下浸水232件の被害が出た。呉市同様、呉線や東広島市や呉市、三原市とつながる道路も寸断されたため一時孤立状態になった。福山市では、 駅下町で農業用ため池が決壊し土砂崩れに巻き込まれるなど2人が死亡した。足田川や手代川の支流では内水氾濫が発生したとみられ市内の約20平方キロメートルが浸水した。秋群府中町では晴天下の10日11時ごろ、江の木川が氾濫市町内の10ヘクタールが浸水。 川沿いの幼稚園で園児180人が一時取り残されるなど緊急の救助活動が行われた。堤防が決壊した形跡はなく、上流にある砂防ダムから水が溢れ、川の水量が増え、大雨で上流から流れ着いた流木や土砂が流れが蛇行する場所や橋桁に滞留して、川がせき止められ、水が溢れ出したとみられる。以上のほか18日までに、府中市、 秋田方市、小野道市の各市町で各2人、秋群海田町で1人の死亡が確認されている。被害規模の大きい広島県では川に流される犠牲者が相次ぎ、海上保安庁広島海上保安部は18日までに海上で6人の遺体を収容。広島市秋区から流されたとみられる2名を捜索しているが、まだ発見されておらず、他行方不明者が残っている。 岡山県倉敷市麻美地区の豪雨被害をだがは、決壊現場。自動車が、決壊箇所に落ち込んでいる。岡山県では、河川の氾濫や、堤防の決壊による、浸水、土砂災害が、相次いだ。前半回、浸水家屋の数は19日時点で少なくとも1万4000棟に、上り、県内の風水害による被害としては、戦後最悪となった。 倉敷市の被害倉敷市真備町では7日朝までに小田川と支流の高馬川などの堤防が決壊し、広範囲が冠水。真備町だけで51人が死亡し、ほとんどが水死とみられる。死者のうち43人は屋内で発見され、うち42人は住宅の1階で発見された。土木学会の調査によると、浸水の深さは南北1キロメートル。 東西3 5トルの範囲で5メートルを超え、最大で5 4メートルに達したとみられる。浸水範囲は、マビ町の4分の1にあたる1200ヘクタールに及んだ。国の調査委員会の見解によると、小田川では、合流先の高橋川の増水に伴い水が、せき止められるバックウォーター現象が発生し、腰水により、堤防の外側が削られ決壊したとみられる。 マビ町における堤防の決壊箇所は、小田川で2箇所、支流の高間川で2箇所、末政川で3箇所、またニ川で1箇所が確認され、小田川では他にも6箇所で、ノリ面の崩落が確認されている。以下は、倉敷市マビ町での洪水における行政対応の経過である。倉敷市では、マビ町以外の地域でも1人が死亡するなど、浸水や土砂災害が相次ぎ、 このうち、同市広江では、団地の裏山が崩れて、約20棟が、全半壊した。真備地区被害関連ギャラリー、倉敷市を除く、県内各地の被害山陰地方島根県の、豪野川流域で200棟以上が床上浸水した。島根県は11日、豪津市、川本町、三里町に職員を派遣し、復旧などを手伝った。 また川本町では浄水場の冠水により280個が断水状態となった。四国地方愛媛県では、西予市野村町で7日朝、野村ダムが満水に近づいたため緊急放流を行ったところ肘川が氾濫し、逃げ遅れた5人が死亡した。西予市によると、7日5時10分に防災行政無線で住民に避難指示を周知したという。 国土交通省四国地方整備局によると、6時20分からダムへの流入量と同じ量の放出を開始し、6時20分時点で毎秒439立方メートルで放流していたのが7時50分には毎秒1797立方メートルに達した。またその下流にある六屋川ダムでも、7時35分から流入量とほぼ同じ水量を放流する措置をとり、 大須市で川が氾濫した。大須市では8日、外算で4600世帯の家屋浸水に及ぶ見通しを示し、二宮高久市長は、今回の被災はかなり大きいと述べ、平成以降最大規模との認識を強調した。宇和島市吉田町では7日、多数の土砂崩れが発生し11人が死亡した。松山市の土和島では7日0時50分ごろ、 住宅の裏山が崩れて一棟が倒壊し、三人が死亡した。高知県では、江南市で6日朝、一人が高層川で流され西に約100キロ離れた四万都市の海岸で遺体で発見された。大月町では二人が亡くなり、県内で計三人が死亡した。秋市では6日未明に市内を流れる秋川が土地の基地区で氾濫し、 川沿いの当地の集落では約10棟が浸水被害に遭い21人が一時孤立した。九州地方、山口県山口県では7日までに岩国市周東町で家の中に土砂が入り1人が死亡。また土石流に家ごと流されて1人が死亡。道県周南市では土砂で家が倒壊し1人が死亡。福岡県では6日朝に北九州下地区で 崖崩れが発生し住宅が全壊し二人が死亡。また7日までに同県か谷郡海町在住の一人が山中にあった老犬介護施設から避難中に土石流に巻き込まれ死亡、畜野市原田の水路で発見された。6日には北九州市小倉北区の板滝川や久留米市、北野町の立ち洗い川など複数の河川は氾濫し、内久留米市では広範囲が浸水。 7日までに約1000棟が浸水被害を受け、ボートによる救助活動が行われた。北九州市では9日までに土砂崩れなどにより約680棟が被害を受けた。佐賀県では12日までに佐賀市大和町で加瀬川に流された1人が死亡、伊万里市で1人が死亡した。伊万里市の1人は長崎県松浦市の海岸まで約6キロメートル流され発見された。 宮崎県では12日までに一人の遺体が発見され豪雨との関連を調べている。鹿児島県では7日までに鹿児島市ふるさと町で二棟が土砂崩れに巻き込まれ二人が死亡した。近畿地方兵庫県の稲川町で5日、物流センターの工事現場で作業員3人が排水管に流されうち一人が死亡し二人が重傷を負った。市総市では土砂崩れにより 住宅が押しつぶされ一人が死亡した。丹波市では市内各地で浸水被害が多発した。京都府では綾部市で土砂崩れで住宅が倒壊し三人が亡くなった。亀岡市では川に車が流され一人が死亡。舞鶴市では自宅で土砂の除去作業中に行方不明になった男性が舞鶴湾で遺体で見つかった。福知山市大江町交渉では9日、 土砂崩れにより谷川側がせき止められて天然ダムができていることが分かった。府内では舞鶴市や福知山市など計2000棟以上で浸水被害が出た。舞鶴市の由良川流域では雨水などの内水が由良川へ流せずに浸水被害が発生。道路の冠水により舞鶴市笠地域全域の1828世帯が一時孤立した。また、 道路の寸断も相次ぎ、稲町全域が孤立したほか、六市町13地区が孤立状態となった。日吉ダムでは運用以来初めて緊急放水ゲートを開いて放水した。ほか、京都市伏見区の大岩山では大量に不法投棄された建設残土が豪雨の際に崩れる被害があった。宮津市海洋釣り場は、 歩道が崩れたため休止していたが2020年4月21日にオープンする。中部地方岐阜県でも、関市をはじめぐ上市、下呂市などの中山幹部で降り始めからの雨量が1000ミリを超える地点もあり、各地で土砂流出や道路の冠水、河川の護岸崩壊などの被害が相次いだ。関市では1人が死亡、3人が重軽傷を負った。では日未明に、 津保川が氾濫、東部の旧上野保村、麦町域を中心に225棟が床上浸水、270棟が床下浸水した。また用水路に車が横転し男性が死亡した。郡上市でも藁町の藁川沿いに立つ藁、新興事務所周辺では、護岸が幅約200メートルにわたり崩れた。また、下廊市でも6世帯15人が孤立。関市を中心に、 岐阜県内の JR 鉱山線や東海北陸自動車道、中部縦貫自動車道などが寸断された。長野県では8日朝に大滝村で大滝川が増水し、幅約5メートルの村道が60メートルにわたり、崩落した。外国人観光客含め19人が一時孤立した。北海道北海道では、堤防の決壊や内水氾濫に伴う床上、床下浸水、 崖崩れ等の被害が出た。旭川市で米ン川が2回氾濫したほか、旭川市と深川市で石狩川が、沼田町と深川市で雨竜川が3日、氾濫した。オホーツク管内縁軽町では、雄別川に架か,かる岩根大橋で橋脚に異常が発生し橋が折れ、上川管内東川町の天神郷温泉では、堂々の一部崩落で3日から、 宿泊客等130人が孤立。旭川市を中心に道内で132棟の建物に被害が出た。ライフライン、中国電力では8日、管内の延べ18万8000戸で停電が発生した。中国電力は7月13日には停電が解消したと発表した。四国電力では7日、管内の延べ1万6615戸で停電が発生したが、 7月11日に最後に残った土砂崩れや道路損壊で立ち入りできなかった約100個に対処ヘリコプターでポータブル発電機を運搬して解消した。NTT 西日本では7日から8日にかけてケーブルの故障や通信ビルの水没により、兵庫、岡山、広島、愛媛、高知の5県で約12万4000回線が一時利用不可能となった。 携帯電話の大手三社である NTT ドコモ、AU、ソフトバンクは被災地の一部で携帯電話が利用できない、もしくは利用しづらい状況になっていると発表した。上水道の断水は11日正午で広島県211008個、愛媛県22757個、岡山県9696 96個、他の9府県でも1154個が断水しており、 全国の水道事業体が加盟する日本水道協会から11日時点で近畿や四国など約90の自治体から給水車計117台を派遣し、広島、岡山、愛媛の3県の支援に入っている。8月1日10時時点で広島、愛媛の2県で8292戸が断水となっている。道路西日本高速道路管内では、 以下の49カ所で災害が発生し、最大で2299キロメートルが一時通行止めとなった。蒸気区間のうち8月8日までに47カ所は応急対策が完了したが、以下の2区間で発生した災害は通行再開までに時間のかかる重篤被災箇所とされている。また、北九州高速道路でも災害のため一時全線で通行止めとなったが、 7月10日にすべての通行止めが解除された。その他の国道、主要地方道、都道府県道、主要な市町村道などの被害は各道路記事を参照。鉄道鉄道では最大で7月7日に32事業者115路線で運転休止が生じた。以下は7月9日18時時点で国土交通省が取りまとめた施設が被災した路線。 これらに伴う運休は順次運行を再開し、2019年10月23日には全線復旧した。2018年8月7日時点では、特に被害の大きい以下の区間では9月末までに運行が再開できない見通しと発表された。岡山県岡山市内の港に開設された内港線による JR 貨物の鉄道コンテナ代行輸送の作業風景。 原版画像内にコモンズ仕様の埋め込み解説文があり、航空広島空港は直接の被災は免れたものの、山陽自動車道などの空港アクセス手段が寸断されたことにより、3日間で合計1500人がターミナルビル内で足止めされた。7月8日からは、山陽新幹線が運転を再開したことで空港と東広島駅を結ぶ臨時シャトルバスが運転を、 開始し、10日からは、芸用バスが有料で、同臨時バスの運行を開始した。また、沼田川の本郷貯水場が水没したことで、空港ターミナルビルなどで、水不足が発生した。これに伴い、7月10日から飲食店や、物販店などの営業縮小を余儀なくされた。インフラライフライン関係を除く。小中学校調べによると17日までに、18、 道府県の270の小中学校で浸水や損壊などの被害が出た。被災数の大半を岡山県、広島県、京都府、愛媛県の学校が占めた。広島県三原市では続く断水により25の小中学校で再開のめどが立っていない。愛媛県大洲市の西予市立中学校では裏山の土砂崩れ、土砂流入により校舎が使用できない。 岡山県などでは被災後、授業再開の見通しが立たないため、前倒しで夏休みに入った。病院厚生労働省によると、断水や浸水、停電の被害を受けた医療機関は、京都から長崎にかけての6府県で94施設。うち71施設は7月14日、正午時点で、給水などの支援を必要としている。マビ記念病院は1階が水没し、 患者や逃げ込んだ周辺住民ら約340人がヘリコプターやボートで上部から脱出した。水が引いた後は2階の会議室なども使って診療を続け2019年2月1日に全面再開した。文化財等佐賀県唐津市大地町のわらび屋の棚田に被害。香川県丸亀市の丸亀城では7月7日に城の南西部にある 帯車と呼ばれる石垣の南側が崩れた。農林水産業農林水産省が2019年6月24日に発表した資料によると、この台風による農林水産関係の被害額の合計は3409.1億円に上る。特に被害額が大きいのは、林地の荒廃や農地の破損、ため池などの農業用施設への被害。また、 林道施設でも32府県で9500を超える箇所に破損が発生するなど広範囲に被害が出た。また、主要な卸売市場での野菜の価格は豪雨や暑さの影響で一部品目が一時高値となったが9月以降にはおおむね平年並みとなり大きな影響は見られなかった。桃もも、ドウといった果物については特に大きな変化はなかった。牛肉、 豚肉の卸売価格に関しても豪雨の影響による変化はほとんどなかった。製造業爆発事故で全壊したアサヒアルミ産業の社屋。左側の建物が事務所。石油サービス業道路寸断により商品や食材の配達が停滞し、店舗浸水などにより影響が出た。物流周配置の被災、高速道路の通行止めや鉄道貨物の寸断によって、 西日本を中心に広範囲に影響が及んだ。特に東日本地域と山陽地区や九州との間で運ばれる宅配便と通信販売に大きな影響が出た。鉄道輸送については別構参照。観光産業豪雨による風評被害が各地で発生し、岡山、広島、愛媛各県の主な観光、温泉地は豪雨による直接の被害がほぼないものの、 宿泊などのキャンセルが相次いだ。そこで政府は8月3日、西日本豪雨からの復旧復興に向け総額1058億円の生活・制御再建支援パッケージを閣議決定した。観光面では風評被害対策などで35億9600万円を当てた。観光産業の復興を支援するため岐阜県から 福岡県にかけての11府県を収入した場合に、宿泊費用が割引される、復興収入割が8月31日から11月30日にかけて実施される。支払い件数、支払い保険金は見込みであり、支払い保険金は1000万円単位で、死者購入して算出しているため、各項目を合算した値と合計欄の値が一致しないことがある。内閣は7月14日。 特定非常災害特別措置法の規定に基づき、政令で平成30年7月号による災害を特定非常災害として指定するとともに、これに対し適用すべき措置を指定。具体的には、運転免許証の更新時期を過ぎても有効期間を延長できる、債務超過に陥った場合に一定期間、破産手続きが開始されない、などの特例措置が含まれる。 この指定は5例目で、地震災害以外では初めて。また内閣は7月24日、激甚災害法の規定に基づき、政令で平成30年7月豪雨など、同年5月20日から7月10日までの間に、全国各地で発生した豪雨及び暴風雨による災害を激甚災害として指定するとともに、これに対し適用すべき措置を指定。具体的には、自治体による、 復旧事業に対する国庫補助率のかさ上げ、中小企業の資金繰りや被災により休業している、人への支援などの措置が含まれる。区内庁内閣府警察庁消防庁気象庁、海上保安庁防衛省、自衛隊倉敷島美地区で活動する、自衛隊。自衛隊による瓦礫の撤去の様子。厚生労働省総務省農林水産省経済、産業省国土交通省。 環境省地方公共団体通信事業大手3社の KDDI ソフトバンク NTT ドコモは7月7日に岡山県、広島県内において、さらに8日午後には愛媛県内でも災害時公衆無線ーンラン0000ジャパンを開放した。なお、災害用伝言版は同年6月18日に発生した大阪府北部地震に伴い、すでに開設されている状況であった。 神戸市に事務局を置く一般社団法人神戸国際支援機構は7月8日午後から岡山県倉敷市の倉敷市立第二福田小学校にて炊き出しや慶長ボランティアを行っている。日本赤十字社では7月9日に翌10日より豪雨被災地への義援金の寄付の受付を開始することを発表した。日本財団も同日9日に 日本財団ビル2階に位置する大会議室で緊急記者会見を開催し、その席上で各種の支援策を発表し、当日の記者会見終了と同時に寄付金の受付を開始している。日本航空では7月10日から7月31日までの間、被災者に対する支援として、災害支援者への搭乗協力、救援物資の輸送協力、 義援金500万円の寄付及び JAL チャリティマイルによるマイル寄付の募集を行う。7月11日、日本放送と山陽放送は、岡山県の被災者支援のため携帯ラジオ200台を無償で提供する。これは、同日開かれた日本放送の社長定例会見の中で発表され、日本放送側が用意したラジオを RSK を通じて、 被災地に提供することとしている。ジャパネットホールディングスは7月13日にテレビラジオ、インターネット通販で防災グッズを販売し、売り上げべてを西日本豪雨と大阪府北部地震の被災地に寄付すると発表した。最終的な寄付金額は約1億5500万円。AKB48 グループは7月13日に 東日本大震災をきっかけに2011年3月24日から行っている誰かのためにプロジェクトの被災地支援の対象に加え、義援金を寄付することを発表した。7月14日には当時開催期間中であったボートレースの第23回オーシャンカップ競争に出場していた全52名のボートレーサーが、 一例さんあたり1万円イコール総額52万円を、その出場者の一人である、平田忠則が代表して集めた上で、北九州市公営競技局を通して、日本財団に寄付した。ジャニーズ事務所所属のアイドルグループ、嵐も2011年の東日本大震災以降、毎年開催しているイベント、嵐のワクワク学校の収益から、広島、愛媛、岡山の3県に対し、 義援金1億5000万円を寄付した。7月21日に松本純が広島と愛媛を、7月23日に二宮和也が岡山を、それぞれ訪問し、被災者を慰問したほか、それぞれの知事に義援金並びに救援物資を寄付した。なお、ジャニーズ事務所は、今回の災害における支援のため、スマイルアッププロジェクトを立ち上げ、 所属するタレントやアイドルを現地に派遣する活動を開始。奥田民夫は、弾き語りライブ、簡単弾き語りでの開催を急遽決定し、イベントの収益と会場で募る、予定の損保金の全額を寄付することを発表した。ユズも歌エールの、弾き語りバージョンを急遽録音し、音楽配信サイトで、配信、収益金を全額被災地の支援金として寄付する。 情報落語協会は8月にチャリティー落語会を開催し、収益を全額寄付すると発表した。読売ジャイアンツは高橋義信監督以下、選手32人が昨期の大々魂2017で着用したオレンジユニフォームに各々の直筆サインを入れたものを同月17日からオークションサイトヤフオクに出品。その落札額を全額 被災地で救援、復旧活動を行っている、ボランティアグループや NPO を支援する基金に寄付する、チャリティーオークションを開催。吉木、香山雄三、黒田博樹、前田健太が1000万円の寄付を行った。認定 NPO 法人ピースウィンズジャパンは、災害発生直後から現地に入り、岡山県、広島県で、レスキュー活動、避難所支援、物資支援、 医療支援などを2019年2月現在に至るまで続けている。広島県庁ではサンフレッチ広島協力のもと、広島県復興支援 PR 動画を制作し8月31日から12月31日の期間限定で YouTube の広島県観光課アカウントにて公開した。サンフレッチ広島のホームセンや広島県観光ウェブサイトの関連箇所で活用する。 また、8月20日からは、行ける、広島県のサイトを開設し、広島県内のアクセス、観光が可能なことのアピールに努めている。サザンオールスターズも2018年8月に発売するベストアルバム、海の王、イエイ、の利益の一部を、義援金として寄付している。西日本豪雨復興応援アート展を、広島県の被災地出身クリエイター、東急、 向井アグルが呼びかける。賛同した漫画などのクリエイターが集まり2019年1月より、大和ミュージアムで行われ、巡回展が開催されている。被災地への応援、観光アピールと共に募金を募り全額寄付などの活動を続けている。野村新吾、東風、高博、江坂正美、ナバマオ、田中光、原あすみ、森チャック、葉月かなえ、今井大輔。 ご茶漬けのり、救助愛、福島春花など、多数の著名作家が参加している、クレ仙台港バス運行に際し、応援として、近畿エリアの貸し切りバス事業者が多数参加したほか、九州エリアからも、昭和自動車や堀川観光バス等の事業者が、大港バス輸送に加わった。8月からは、追加として、JR 西日本の要請を受けた、JR 北海道バスが貸切車2台を派遣した。その他、以下の企業、団体及び個人が義援金を寄付している。被災地では、犠牲者の慰霊、追悼が行われている。被災したインフラの復旧に続いて、自治体や日本政府が、堤防のかさ上げなどの対策を検討、実施している。豪雨とその被害の分析。 研究も進められており、国土交通省中国地方整備局は、広島大学と防災・減災対策に関する覚書を2019年1月10日に結んだ。また、氾濫が起きた肘川で、ダム放流情報が下流の自治体、住民に伝わらなかった問題への検証が行われた。このほか被災地に残されていた過去の災害伝承が、 改めて注目された。本豪雨をきっかけに大雨警戒レベルの運用を開始した。ありがとうございます。